仕込み1テーマリストラした会社の末路社会人になりたての頃食品メーカーに勤めていたただ仕事も多くてそれなりに忙しいのに従業員をリストラ残された従業員にはそのしわ寄せが来て平日は家に帰って寝るだけの生活結局体力が持たずに自主退職してしまったただ辞めた2年後に働いていた会社の所属部署での不祥事が全国ニュースとなり事業所は解散心の底から辞めてよかったと思った 人員もギリギリで回してハラスメントも受けていたし、リストラして多少の収益は改善したとは思うが、職場環境はボロボロになったので、この結末は当然だと思った。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日はリストラした会社の末路をテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミ2。 マコナリ社長、ディブの会社の動き、プログラミングスクールとして急拡大。従業員数600名、全国に教室を一気に展開。コロナ禍で仕事が激減、一部社員の給料を3割カット。2021年3月、希望退職者の募集をスタート、100名応募。2021年6月、追加で整理解雇スタート。 会社を見限って自主退社した人を含めると300名が退社。2023年1月、マコナリ社長は退任。2023年12月、ブロードメディアがディブを買収。こちらはディブの経営成績です。まず、2022年12月期は債務超過です。そして、売上高はこの数年で4分の1まで低下しています。なお、2022年12月期の営業利益率はマイナス68%でした。口コミ3。 祖母西部に20年ほど勤めましたが、リストラの対象となりました。愛着もあり、給料の安さには我慢できましたが、まさか自分がリストラの対象に選ばれるとは。以前は組合もしっかりしていたのに、実際は本当に何の役にも立たない組織なんだと痛感しましたよ。親会社のセブンアイは絶好調なのに、理不尽。かつては従業員の家族に自慢できる職場でしたが、今はもう従業員の家族に心配される職場になりました。 西武池袋本店もヨドバシカメラになりますし、百貨店の時代は終わりを告げようとしています。口コミ4 前職でのことですが、重役に呼ばれて部署移動の指示を受けました。私は不服だったので、翌日退職届を提出し、辞めました。なお3ヶ月後に大リストラがあったとのことですが、予定人員を大幅に超えた退職希望者が殺到。急遽派遣社員を募集したそうです。それから10年経った時、事業縮小で人員が大量に余ってしまったと聞きました。あの時辞めていなければ、今頃どうなっていたか、ぞっとしましたよ。口コミ、5 リストラは短期的な生き残りの手段に過ぎず、長期的には働く人の意欲を削りますからね。私も経営悪化を理由にリストラされました。コネ入社みたいなものだったけど、配属ガチャでハズレくじを引いたような感じでメンタルを崩壊。その後5年くらい綱渡たりの生活をした後、非正規ながら現在の職場にありつきました。所詮、非正規だからいつまでもそこに入れるとは思っていません。ただ、元の会社が吸収合併で消滅したと聞いて、なんとなくスカッとしましたよ。 口コミ6、シャープ、ミューリと、堺の液晶工場を売却。東芝は、半導体を売却。あと、上場廃止。リストラして落ちぶれた例を挙げるとなると、キリがない。今の Z 世代は知らないだろうけど、ジャパンアズナンバーワンの時代があった。ただ、今やそれも歴史上の出来事。社員を減らしたことで、長期的な事業の育成ができなくなり、高度に教育された社員は、他国含めた競合に流れる。残った社員も、会社に対する忠誠心が失われて、企業活力が失われてしまった。 口コミ7。工場でリストラしても良くなるかってそんなのわかんないよ。俺は経理の立場でリストラを計画して実行した。ただ赤字の絶対額こそ減ったけど、もう浮き上がれない。大体が物量が減った時期にリストラして損益改善を図ろうとするんだけど、まず技能のある人間から去る。当然生産性は下がる。ただ必死の思いでリストラが完了した頃には需要が戻り人が足りなくなってしまう。 設備投資しようにもできるエンジニアはいない。そもそもリストラで割増退職金を支払っているから現金がない。非正規で何とかしようとしても慣れていないから下手すりゃ怪我労災につながるし、負のスパイラル。口コミ8某自動車部品製造工場に勤務、パワハラの報復でデータ改ざん隠蔽、未検査品出荷の不正が内部告発された。結構でかいニュースになった。 それがきっかけで改善にコストがかかりすぎ、結果100億単位の負債を抱え、民事再生を申請して工場は倒産。リストラで正社員を切りまくり、技術を持っている社員たちの待遇も悪くなり、続々といなくなってしまった。結果、生産現場では人員不足に陥り、派遣で穴埋めしているが、技術が伴わず、不良が増え、品質が落ちている。自分のいる検査部署でも、今月末で3人退職、毎日早出残業で、休日出勤もしているが、検査が追いつかない。 口コミ9、9仕事は誰かと話し合って協力し合っているときが一番成果が出る。その活力の根源を奪い去るのがリストラ。総合家電メーカーとかでも不景気になると平気でエンジニアをリストラしまくる。その結果、技術者の知見は全部中国、韓国に抜き取られ、今や日本の家電やソフトウェアは完全に後進国。人件費をただの削減可能なコストとしか見ない悪癖を改めないと本当に厳しい。大工もかつてのエンジニアと同じ道をたどるんじゃないかな。 その時一番困るのは我々庶民だが、時点で建設業界。口コミ、10。パナソニックを退職した。元は経営企画職として経営危機器の中で構造改革業務に従事していた。パナソニックは過去何度もリストラを繰り返し、その度に業績は回復したから必要だったとは思う。ただ自分よりも何十年も経験を積んだ先輩社員の首切り計画を立案し、予実管理をする。予算まであと何人。心身ともにきつい仕事でした。 それでもやり抜いたのは会社を良くしたいという気持ちがあったからこそパナソニックが好きだったからしかしそんな苦しみに耐えても会社は大きく変わろうとしないそんな姿勢に疲れてしまった口コミ11コロナ禍で西松屋の快進撃が止まらない2020年ビジネスジャーナル西松屋の大きな特徴は自社で開発するプライベートブランド商品最初のプライベートブランド商品は2010年に発売したスマートエンジェルブランドのベビーバギー折りたたみ式乳車だ 開発したのは、なんとパナソニックに吸収合併された山陽電機の生産子会社で働いていた技術者。西松屋の開発力を支えているのは、パナソニックやシャープなど大手電機メーカーを辞めてきたリストラ技術者たちだ。平均年齢は58歳、採用人数は80人を超えた。口コミ12。 平成末に勤めていた前職の実話ですが、経営悪化に陥り人員整理を行いました。主にパートやアルバイト従業員をリストラした後、正社員も切り始め、その時自分も切られました。人員整理直後に仕事が爆増したそうですが、時すでに遅しで退職ラッシュで人員不足になったと。 将来性のない会社で待遇はそのまま。さらに仕事は爆増の人手不足なら誰でも逃げます。その後はとにかく人を採用したそうですが、当然定着せず、最終的に派遣社員を取り入れて対応。結果的にはリストラされて正解でした。口コミ13。電子機器業界で20数年にわたり大手、中小のコンサルを使ってきた。結果論ではあるが、コンサルの言ったことは大して役に立たず、業界再編、吸収合併リストラ。 コンサルで数値を出しやすいのは人件費を圧縮すること。当然、離職増、円の下の力持ちが消え、組織崩壊が加速。社員の人生は振り回された。そんな中でも窮地を救ったり、好実績を上げたのは社員。結局、経営者に自信がないので、コンサルに頼るだけのこと。足元を見れば優秀な社員がいるのに気がつかない。口コミ14。 以前所属していた企業は某財閥の冠がつく大企業。ただグローバル化するにつれて業績が悪化し、だいたい5から10年に1回はリストラをするのが半ば恒例行事化。誰はいる、いらないをバイネームで丸三角×をつけリストラ。当時は追い出し部屋もあり、会社はやりたい放題でした。社員の9割はそういうリストラの現実を目の当たりにし、この会社のために一生を捧げるのは無駄だと自覚。 明らかに愛車精神・忠誠心が薄くなりリストラを恐れ業務の俗人化が加速結果生産性は低下非正規社員がいないと会社が回らなくなりました口コミ15「引用オールリコーユニオン2022年ジョブ型人事制度に名を借りた中高年層の追い出しが始まりました」 部下のいない管理職の大半約80%が3年間限定のアソシエート・エキスパートに降格になります3年かけてトータルで15%弱の給与カットさらに3年後にはごく一部を除き管理職からスタッフ職に降格ここでは数年かけてさらに20%の給与カット毎週行われている上司との面談ではスタッフ職に下がらないように頑張ってと上から目線でせせら笑う上司申し訳ないが給料は下がり続けるからセカンドキャリアを考えてはと案 に退職勧奨してくる上司もいるこちらはリコ工の連結経営指標です2020年から2024年にかけて増収でやや減益従業員数は1万人以上削減されています口コミ16資生堂2024年投稿。早期希望退職1500名45歳以上かつ金属20年以上が対象だが社員の間には暗く重い空気が漂っている会社に残るなら経営人が求める人材に変わってくれ ついていけないなら会社を辞めた方がいいという独特の論調、人材は人材なのか。現場を支えてきた人材にメスを入れるリスクを経営陣は理解しているのだろうか。今変わらなければ存在意義すら危ぶまれるらしいが、稼ぎ柱の椿、ウーのを売って何を言っている。口コミ17。 倒産する前に会社側かかかららリリスストトララに会いいまましたたたたたただ残っって人されれ方がが良よとと言われたことがあります社長が経理の魔女みたいな女性と不倫関係になり、魔女が急に役員に昇格、魔女の気分次第で首を切られた犠牲者が数名、残っている社員の給料支払いの遅延も発生、交通費などの経費も払ってもらえない状況が継続、そしてしばらくして会社は倒産、残っている人たちはみんな嘆く羽目になっていました。 人生万事採用が埋まってこういうことなんですかね口コミ18追い出し部屋を企画立案した社員指示を受け準備をした社員追い出し部屋を管理する社員そして見て見ぬふりをして同僚を見殺しにした社員彼ら彼女ならは言うでしょう仕方がなかったと職場の仲間の人権や人格を蹂躙しておいて仕方がなかったは言い訳にならないよリストラをするなら会社都合で正々堂々と整理解雇をすればよかったものを社員に解雇の仁義も切れない 社員、社会から悪者に見られたくない。社員が自ら望んで辞めた体にする。そりゃ会社から活力が消えるのも当然。口コミ19、19。お前の代わりはいくらでもいる。は本当に言われた。自分も転職前の会社は大手だったが、職場の上司からこれと転勤の命令で心が折れた。今考えれば、新卒で入った大手の部門も実は赤字で。翌年には社内リストラで興味もなかった部門に左遷。詐欺同然。 それでも7年我慢して働いたけど、1年間の応援出張で他県に行って戻ってきたら、お前の代わりはいくらでもいる、と転勤話。しかも家を建てたばかりなのに、即退職してやった。ただ今ではそこの会社の工場はいくつも潰れて消えた。上層部が生き残りのために、さらに社内リストラでもしたんだろうけど、ざまーとしか思えなかった。口コミ、20。これで最後です。 そもそもリストラなど人員整理ってのは事業を再構築してその結果余る人員を削ること。そのはずなんだけど企業は人件費抑制のためにリストラを用いてきた歴史がある。その結果労組が縮小し意見を言えない労組が増えた。割り送ったのは氷河期世代。そんな氷河期世代を礼遇してリストラしまくってそれで人手不足とか嘆いているんだから救いようがない。俺もそうされたし今は純大手の物流業の正社員だけどね。まあ企業側の自業自得の自己責任。 因果応報以上がリストラした会社の末路をテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。